佐竹義文11月4日から1952年12月28日は、日本の内務、警察官僚、実業家、政友会系幹線県知事、後の東京市四谷区四谷船町出身、佐竹一幡さんの長男として生まれる。第一高等学校を卒業。1903年、東京帝国大学法科大学法律学科を卒業。同年11月、文官高等試験行政科試験に合格。逓信省に入省し幹線局属となる。1905年、内務省に転じ神奈川県属に就任した。1906年、福井県事務官となる。以後、岡山県事務官、第2部長、山梨県事務官、警察部長、鹿児島県事務官、警察部長、奈良県事務官、内務部長、滋賀県内務部長、福岡県内務部長などを歴任。1917年1月、鳥取県知事に就任。緊縮政策の中で、公有林野の林野調査、砂防増林、原産種製造所の充実、実業教育の実施などに尽力。1919年4月、香川県知事に転任。湯屋取締規則の制定、児童生徒の禁止予防などを行う。1922年6月、知事を休職となる。内務省嘱託として、欧米各国に出張し、港湾行政などを視察した。帰国後、1923年6月、和歌山県知事に就任。緊縮予算の中でも教育費に配慮を行った。1924年6月、愛媛県知事に転任。同山川水利権問題の解決を見たが、銀行合併問題は合併を実現できなかった。1925年9月、熊本県知事に転任。1926年9月28日、知事を医官免本官となり退官した。その後、実業界に転じ、東邦電力取締役、群馬水電取締役、安田保全社参事などを務めた。ありがとうございます。